和田明子が星空の孤独でレコードデビューを果たしたのは1968年10月。当時の首相は佐藤栄作だった。次来50年を超える歳月が流れ、今年4月に和田は74歳となった。芸能界の合意鍵番と呼ばれるようになって久しいが、さすがに最近は老いが目立つようだ。担当記者が言う。和田さんの冠番組、アッコにお任せ。 TBS 系列は1985年に放送スタートという長寿番組です。最初は純粋なバラエティ番組でしたが、1990年代から芸能界の結婚、離婚騒動やトラブルの当事者を番組に呼んで話を聞くなどワイドショー的な要素が徐々に強くなりました。今ではニュース解説が番組の看板といっても過言ではありません。 歯に衣着せない和田さんの発言は視聴者から指示され、ご意見番のあだ名が生まれた理由の一つです。ところが、最近、和田の発言は問題視され、ネット上で炎上してしまうことが非常に増えている。ついこの間も、和田さんの発言が原因で炎上が起きました。7月21日の放送で、宮城県大河原町の男性町議が、本会議中にスマホゲームで遊んでいた問題を、 取り上げたのです。ちなみに町議会では24日に辞職勧告決議が可決し、男性は議員辞職を表明しました。ところが、放送時は町議のままで批判が殺到している真っ最中でした。和田さんは、こんなことを言うと叱られるかもわからないけどと前置きした上で、私は可愛いなと思いました。だって小学生に指摘されたんだよ、つむつむのゲームやってと笑顔で発言してしまったのです。 どう、記者。機能しない、自己防衛。幸いだったのは共演者が敏感に反応し、慌てて、突っ込みを入れたことだ。町議が本会議中に、ゲームで遊ぶことの問題点に気づいたのか、和田は、失礼な発言をしてしまいましたと謝罪。さらに CM を挟み、再びスタジオで、大河原町の問題を取り上げた際、さらに謝罪した。バラエティ番組の制作スタッフが言う。 全盛期の和田さんなら、あんな発言はしなかったでしょう。21日の放送ですが、和田さんは発言直後の場面と、しばらく時間が経った後の場面、大きく分けて2つの場面で謝罪しました。詳しく見ると発言直後に2回謝り、CM を挟んで3回目の謝罪を行ったのです。CM 明けの謝罪は、番組上層部が和田さんに、再び謝るよう指示をした可能性もあります。 昔を知る者として和田さんが律儀に謝る姿を見ていると痛々しいというかいよいよあっこにお任せもう終わりかなという気持ちになりました私はかわいいと思いましたの問題発言でも使われたが最近の和田はこんなことを言うと叱られるかもわからないけどという前振りを多用するようになったという和田さんはこの前振りを言っておけば許されるだろうと思っているのかもしれません その後には世間の論調とずれていたり反感を買ったりするコメントが続くことが多いのです。ただし失言のレベルに達した問題発言も珍しくないのでこれでは意味がありません。ネットでは分かっているなら叱られるようなコメントをするなとの批判が殺到します。昔の和田さんなら考えられない事態です。アッコにお任せの存在意義。 叱られるかもと、前振りし、際どい内容だが謝罪の必要はないというギリギリの発言を放って終わるのが基本形だといえる。ところが21日の放送で、和田さんは何度も謝りました。視聴者は、和田さんは叱られるかどうかの判断もできなくなっているのではと疑問に思っているのでしょう。和田さんの人気が高かった80年代や90年代なら、少々の問題発言でも許されました。 SNS もネット世論もなかったことが大きいと思います。今の和田さんは時代にマッチしておらず、アップデートできていない大御所タレントの代表格のようになってしまいました。和田さんもネット世論を気にしすぎて、自分を見失っているようにも見えます。辛口発言が自粛されたり、視聴者に受け入れられなくなったりすると、アッコにお任せの存在意義がなくなってしまいます。このままでは、 痛々しいと感じる視聴者が増えていくかもしれません。